どうもねずっちです。昨日はね、月に一度の単独ライブねずっちのいろいろしてみる60分だったんですけどね、本当おかげさまでね、あの満席のお客さんでね、すごく嬉しかったですね。で、終わった後ですね、あの若い男性に話しかけられましてね、で、あの、ちょっとねずっちさんつって YouTube 僕いつも見てるんですけどね、こんなの作ってみましたつって上着をこう脱いだらですね、なんとこの T シャツと全く同じデザインでね、あの N の部分が S になっててましてね、しげっちチャンネルっていう書いてあるね、T シャツを見せてきまして、作ったのって聞いたらね、あのこの子が作ってくれましたつって、あの、彼女なんですかね、可愛らしい女性の方指差しましてね、でも本当嬉しいね、こういうのを作ってくれるっていうのがね、逆にこっちが欲しいぐらいだと思いましたけどね。ただね、僕のね、このねずっちチャンネルの T シャツを模した T シャツを作る、だいぶ変わってるなとは思いましたね。ちょっと普通の人とは違うなっていうね。あ、T シャツだから衣類っていうことなんですかね。ねずっちです。この動画も見てくれてんのかな。